剣道女子優勝役、本岡田佐々さんです。よろしくお願いします。佐田役、平由良さんです。よろしくお願いします。カメラワークとしてはこういう感じです。お見せました、両方が違う方向見てると。はい、ちょっとね、見学してもいいですか。お願いします。はい、では池田組クランクになります。よろしくお願いします。1350円です。いいですか。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。はい、ありがとう。おはようございます。佐野愛斗です。今日はリンの撮影の初めの方のシーンということでね、この素晴らしいお天気の中で風情のある街を自転車で走れるというのはすごく楽しいです。朝からね、すがすがしく今日の一日頑張ります。行ってきます。なんか一言ちょっと頭下げるとかして、はい、でここまでしっかり言わないっていうか、一人で抱え込みすぎると辛くなりすぎちゃうよっていうのは、女性としてはうんっていう気が正直に出てしたので、一人で抱え込みすぎないの、一人で抱え込みすぎないの。いやもう本当、僕はこの又吉さんのリンの作品は10年以上前に舞台の方でやった時に龍二役をやらせていただきまして、でそのご縁で今回刑事役ということで。まるで神隠しの伝説じゃないですか。バカなこと言ってんな。一切の足取りがつかめてないんですよ。まるで神隠しの伝説じゃないですか。メンバーの皆さんに恵まれまして、大変楽しい現場になりました。本当にお幸せでした。カメちゃんです。カメちゃん、カメちゃんです。リュウジです。スタート。リュウジ、何してんだよ。リュウジ、何してんだよ。今日はちょっと早く終わったので、皆さんしっかり寝てね。おやすみ。お疲れ様です。気をつけて帰れよ。お疲れ様です。シチュエーション作ったら、シルバーシャン。はい。終わりました。はい、さん、また、よー。ありがとう。はい、じゃあ、そらちゃん。はい。こちらへ。